はい、どうも、タクタクです。アイちゃんは見た、やっていきましょう。何するんだろうね、ここね。そろそろ視野に入ったら突進してくる系の敵が登場してもいい頃合いだわん。あと攻撃も少し高いかもしれないわん。障害物に隠れながら隙をついてやるわん。急に状況を把握してますよね。この光に、あー、回復か。これは？これはない。いわゆる敵を全滅させようと進めないだわん。一度ドアを潜るともう戻れないわん。ネズミやザコゾンビを倒しても無駄だわん。あの気持ち悪い緑のやつだけ倒せば OK だわん。ここでセーフし、していきます。随分と優しいだわんね。ところであんた一体何者なのだわん？お。ふ。お前に潜む心の闇。敵なやつだわん。かこつけるなわん。ただのチュートリアルキャラだろわん。お前の語尾もだいぶ無理やり感があるわん。心の闇な、やーん、わー、なんだわん、なんだわん、今のはなんだわん。あ、いけるわ。モンスター製造所、お、こいつを倒せばいいよね。こいつ動かれ、あ、危ねえな、これ。ワン、楽勝だわんな。ワン、ワン、いけるね。でむしろ雑魚キャラはあれなんじゃないかな。ピンチの時用の回復要因に取っとくべきなんじゃないのかな。てか一回さ、あ、もうセーブできないんだ。あ、これた、ちなみに突進してきたらどうなるのかとかっていう、検証はしなくていいのかワン、ちょっとしてみようぜ。うおー、えぐい、えぐい。あ、そうか、後ろから、あ、後ろから突進させる戦法いいね。お、あ、あ、ここ怖かったわん。でもね、おおむねわかりましたよ、おおむね。これ、あれですね。肉を切らして骨を立つ戦法ですね、これ。ちょ、何言ってるかわかんないと思いますけども。ちょっと待って。はめ殺しあるわんな、これな。ちょっとここのセーフポイント優秀じゃないわん。これ何回も同じことこれ聞かされるわんね、これね。ちょっと、ちゃんとここ見た。いや、このフラ、これフラグなん？そう、これ何？これ、その、これ、ブワーって。こんな、いらんかわん？いらんかわんなんだね、これね。これ肉は食えないかわん？変なゴブリン的なやつを駆逐してやるわん。えい！まあ、でも基本はやっぱこれで倒すべきだわんな、これな。行くわん、行くわん、おい、おや、おや。危な。ふん、ふん、なにこれ、なにこれ。ちょっとバグって、あ、バグってる、バグってる、バグってる。なんかバグってる、これ。よしよしよし。なんかずっとバグってるよ。危な。おら、よっしゃー。こっちか。おら、あとちょっと。あとちょっと、まだいる、あ、まだいる、まだいる、まだいる。お、お前どっち向くんだ。お、こっち向くんだ。ふん、よし、うまい、今のは。見ました、俺の。あ、ちょっとなんかバグってよ。こいつ、こいつ何、こいつ。こいつどうすればいいよ、これ。こいつ、え、こいつ、え、え、どういうこと。あ、じゃあやめて、やめて。あ、もう、待って。これも出れるかわん、出れるのかわん、出れるのかわん。あ、出れるわん？ここは、外に出たわん。あいつが、またいるわん。おお！もうやめろよ。どうなったわん？かわいい。よかった、やっと目が覚めたわん。アバよ、お前のこと結構好きだったぜ。そういう安っぽいラブコメ要素はいらないわ。こうして愛ちゃんの冒険は幕を閉じた。あの工場は、あの不思議な犬は本当にただの夢なのだろうか。また再びあの地を訪れる日は来るのだろうか。そしてケルベロスと再会する日は来るのだろうか。
来ないだろうね、多分ね。いや、来んのかな。あ、なんかでも、アイちゃんシリーズ、これ2作目らしいんですよね。だから、全くなくはないのかもしれませんけども、どうなんでしょうね。これね、おまけとか、あ、エンド。あなたに会いたくなったら、また遊ん、私に会いたくなったらまた遊んでワン？うん。なんという、作者さんのエゴが詰まった作品。愛犬をちょっと紹介したいのと、あと、やっぱ、なんていうんですか、こう、自分の、ねえ、あの、ペット、なんかちょっと主人公にしてみたいな欲ってなんかありませんか？俺はね、あったかもしんない。あの、なんだろうな、主人公じゃないけど、なんか、ドラクエとかでもさ、自分のペットの名前、ちょっと、仲間に、とか、モンスターね、僕はなんか犬っぽいやつにつけたりとかなんかしてたもん。だって恥ずかしい。ポケモンとかね、それこそね、ポケモンにうちのワンちゃんの名前ボスって言うんですけど、なんかガーディあたりになんかボスとかなんかつけてた気するもん。それと近い感情ですかね。違いますかね。はい、といったところで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。